私の目標は横転して廃車して、あ、お疲れ様でしたって言って辞めることもうそれが一番いいですね。始まりました、メカニック TV。 まあ産後もちょくちょく変わってきたので、また現状紹介。タイヤってこんなにも大事なんだなって改めて思ったよ。切れ角が欲しくて仕方ない。で、今回もこれホイール変えて車高ちょっと下げてる、車検範囲内だけどちょっと下げてて、したらこのタイヤのインナーカバーズの、ね、インナーフェンダーっていうのにちょっとした段差でするで、これで切れ角アップしたらまたどっかにぶつかんじゃないかな。まあ裏話で言うと、あの過去に上田って出てきたでしょ、うちの新人スタッフなんかこれ乗せてどっか行かせたんだよ、ね、そしたらもう段差で異音がすごいです、何ですか、怖いです、運転してて怖いです、なんか擦れてますって言って、なんかそんなやばい、なんかすごい、なんかもうはぁみたいな感じで来て、いざ乗ったらまあ大したことない、こんな気になんねえわみたいななんかその時にやっぱ整備士としてお客さんに寄り添うって大変なんだなって思った。だって私が乗ったって気にならないんだもん。確かに高速のちょっと大きいつなぎ目みたいなところでそれなりの速度出ててバンっていくと、その段差でタイヤがこうなるからカバーに当たる、確かに音はしてるけど、そんなのなんか爆発するぐらいの勢いで言ってきたからさ、あいつはまあ鉄と鉄が擦れてる音だったら、ああ問題、なんかどうにかしなきゃなと思うけど、タイヤとカバーが段差でちょっと擦れるぐらいだったから私は気にならなかったけど、やっぱ整備して大変なんだなって思ったよで、前回 HKS 行って、流れ的にはじゃあいずれ富士で周回できたらいい、周回できたらいいな、タイムアタックとかいうレベルじゃない、まだあの一周できたらいいなぐらい、ね、そのためにもう一回振り返ると、ダクト、ミッションクーラー、こっち側ですね、運転席側のオイルクーラーにちょっと風が当たらない形になっちゃってるのでバンパー取んのまあでもそのプラスチックで、まあ、ちょっとここからいける気はしないけど、まあ、バンパー外すかをやる。あとはシートとシートベルト、4点のシートベルトとフルバケ、これは必須って言ってたので、 HKS の人がやっぱ富士とか走ると横 G がすごいんだって。そうすると特にドライバー女性なので足で踏ん張る、あのセンター高速のところで踏ん張るっていうんだけど、その踏ん張るっていうのがやっぱり体格がちっちゃかったりとかするから、純正のシートだと多分周回もできないから、まあ、シートベルト、シート、あとまあローターだね。もう高くて買えないんですよ、ローター。確かにやばいけど、私的にそこを一切何もやらず、まあ、ローターぐらいはまあやるとしても、シートとかシートベルトも純正、まあ、ダクトもこのまま行ってみてどんだけ上がっちゃうのか。それもあの産後の場合純正で、あの温度見れるから、ミッションもエンジンも温度見れるから、まあ知りたいなとは思うから、まあ、一回この状態のまま走って、ああやっぱダメだったなってなるのか、うちらぐらいのドライビングセンスだったらこんなんでも大丈夫だねってなるのか、そしたらドライバーの育成日記もできるし、まあ、メカドル、まあ、整備士の育成こうね徐々にやっていきたいかな。一応ドライバーの候補はもういるので、これから出てくると思うので、こうご期待。テストで富士はやめましょう。うん。てか3周できないせいだよ。このだ。いやだからいきなり壊れるの嫌ですよ。うん。いきなり壊れるってか、その壊れるほどのテクニックもあるとは思えないけどね、ドライバーに。私が純粋に今疑問に思うのは、水温とかだったら、まあ、120いったらやばいよねって思うじゃん。ミッションとかって。120なん基準って思ってんだよね。今
横浜から帰ってきたんだけど、普通に高速普通に走ってたよ、まあ、6速で普通に走って85度だったの。だから100がもうアウトラインなのか120がアウトラインなのか、いや水温と違って140までいいよっていうのか、3号の場合はどうとかがちょっとわからない。調べましょう。地味にやることが多いんだよね、そういうの調べたり。2020年は走ります。で、私の目標は横転して廃車して、あ、お疲れ様でしたって言ってやめること。もうそれが一番いいですね。そこまで行けば、だってもう引き際としては最高だからね。じゃああゆみちゃんとかもう、うさぎさんにあとは任せ引退。でも3号で横転するって相当なことらしいからね、まあ、やっぱ横転しにくい構造が、なんかこれで横転するほど攻めることもできないだろうからないと思うけど、まあ、絵的にね、横転ぐらいは絵になるからね。そんぐらいの勢いでドライバーにも乗ってもらい、2020年をどう締め切るかっていうことを今考えつつ、華々しくは横転でしょ、横転炎上でしょ、もう見守るしかできない。あの光景。そしたらもう終わりとしては最高ですよ。けどそうはいかないので、まあ、そのみんなが楽しめるようなね、3号の、まあ、今オプションっていう雑誌とウェブオプションの方でこの GTR 使ってメカドル R 珍道中っていうのも一緒に、まあ、メカニック TV と並行しながらやってて、まあ、珍道中ということなので何でもしてもいいという制限のもと動いているので、そっちの方も見つつメカニック TV でみんなが楽しみながらワクワクドキドキするような2020年にしていきたいと思っているので、そのためにはみんなのいいねとチャンネル登録が必須です。した今ちゃんとした？アンチがいてもいいけどアンチも登録して。あとね、ジムに行こうと思ってるから本気で、そっちの方もお楽しみだね。やっぱ3号でそういうスポーツカーとかチューニング寄りになりすぎてるから、でもジムに買おうかなと思ってるので、そちらの方も、でむしろそちらの方がメカドルとしてはだいぶポンコツだから、何これみたいなのがいっぱい、知らない世界、そう知らない世界なんですよ。だってそれも楽しいね。だから今年の夏までにジムニー買って、ジムニーでミヤマクワガタ探しに行くとか私はやりたいなって思っているので、コメントでぜひミヤマクワガタみたい。東京生まれ東京育ちのメカドラ、ミヤマクワガタというものを図鑑でしか見たことがなくて、あれを生で見るっていうのを人生の目標にして生きているんですけど、一回もまだ見れてない。だから今年はジムニーでミヤマクワガタ探しに行こうと思ってます。ということで、今日のメカニック TV は、本当だよ、締める方向性が分かんないね。本当にミヤマクワガタみたいな。